はいどうも、Gボーイズです。はい、ということですね、最近めちゃめちゃ暑くなってきたじゃないですか。で今日もねめちゃめちゃ暑かったですよね。一日中本当真夏日みたいな感じでね。でまあ今日試合がね、徳島戦終わった後にね僕一人でね部屋でね、リビングで焼肉やってたんですよね。ちっちゃいプレートあるじゃないですか。であれに、スーパーで買ってきた安いお肉なんか焼いてね食べてたんですけど、あんまりに暑いんでね僕服上脱いで焼肉やってたんですよね。そうそう、まあ脂がかかってね、まあめちゃめちゃ、はい、ということですね、明治安田生命 J1 リーグ第22節ですね、徳島ヴォルティス VS 清水エスパルスということでですね、アウェーでね、今日はポカリスエットスタジアムの方で試合があったということなんですけどね、静岡からかなり距離はあるんですが、たくさんのね、スパルスサポーターの方も駆けつけてくれたということでね、本当にね、観戦の方お疲れ様です。はい、ということでですね、僕 G ボーイズ TV では、J リーグとかエスパルスサッカーというものをね、動画をたくさんたくさん出しておりますので、ぜひぜひね、チャンネル登録して、僕の仲間となってね、J リーグとかサッカーエスパルスっていうのを YouTube からガンガンね、盛り上げていきましょう。はい、ということでですね、ぜひぜひ、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それからね、ぜひぜひ本日も最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、まずね、今日見ていた、方ならわかると思うんですが、いろいろね、感情がね、もう見てる人、それぞれにね、いろんなこう見方があって、感じ方もね、違ったと思うんですよ。僕個人的なね、ちょっと感想としては、この YouTube だからこの爆発する気持ちを抑えていますが、カーンっていう感じではありますね。なんなのっていうね、感じなんですが、まずメンバーの方がね、前節とそんなに変わってなかった、全く変わってなかったのかな。で、ポジションだけ始まってみたら違いましたよね。右にカルリーノス選手で、左に片山選手っていう、配置だったと思うんですよね。右サイドバックは原輝樹選手のまんまだったりして、ここをなんでこういう今日はね、フォーメーションでのスタートになったのかなって、ちょっとね、うんと思ったんですよ。ですが、始まってみて、1分2分でね、片山選手のロングスローからのね、原輝樹選手のゴールということで、いやいやいや、ロキーナ監督、采配もう見事的中やんけと思ってね、ここはすごかったですよね。2分でゴールしては、本当にね、今日は幸先いいじゃないかなって思っていたらね、今日の試合も皆さん、もう分かってると思うんですが、エスパルスがね、プレスに前からガンガン今日は行かないっていう、システムというか作戦だったんですよね、決め事であったのか。で、ガチガチに引くっていうわけじゃないんですが、ポゼッションの方がね、もうかなりほとんどと言っていいほど徳島の方にね、支配させてるのか、されてるのか、ちょっとね、よくは分かりませんが、かなりボールを持たれていたということでね、その後、渡井選手の見事なね、ミドルで、ゴールを許してしまうんですよ。あそこもね、結構ディフェンス揃っているはずなんですけど、やっぱりぽっかりね、穴が開いてしまって、そこからかなりフリーな状態でね、打たせてしまったというところが、ちょっとあそこもね、痛かったですよね。で、その後なんですが、鈴木唯人選手がね、突破ですよね。あそこも何回かね、取られそうになりながらも、なんていうんですか、もうパワーとスピードがあるんでね、ガン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 行って、右サイドにね、ボールを振って、カルリーニョス選手がね、少しためを作ったところから、かなり、後方からオーバーラップしてきた原選手がね、切り込んで打っていくというボールがね、見事オウンゴールを誘って、2対1の逆転に成功というね、ここも原選手が素晴らしかったですよね。ですが、ポゼッション率の方が 83%、で清水の方が 17% とか、ちょっとさっき見たチームスタッフ終わった後のやつなんかでは 85% で清水が 15% とかね、いろいろあったんですが、8割以上ね、支配されているということで、僕は試合見ながらいつかやられるんじゃないかっていうふうにね、ちょっと思っていたんですよ。で、今日のね、動画のキーワードともなっている、この、支配率、
ポゼッションについてなんですが、皆さんはね、今日のね試合見てどう思いましたか。まあ、ロティーナ監督がね、こういうサッカーで今日は行こうって、まあ、決めてやったんだから、まあそれなりにね、やれていたんじゃないかっていう見方が、ね、できる人もいれば、もっともっとね、こうガツガツやっぱ取りに行ってね、カウンターとか、仕掛けていくエスパルスのサッカーが見たいよとかっていう人もねいるかもしれないんですが、僕は結構後者なんですよね。もうやっぱエスパルスのサッカーって言ったらガンガンプレスに行ってサイド攻撃からね、もう攻撃をガンガン仕掛けていくエスパルスっていうところがね、僕個人としては好きだったんで、ちょっとあれだけボールを持たれちゃうとね、まあ3対1の状況で、まあ、やるようなサッカーかなっていう、ね、印象だったんですよね。やっぱ2対1で、あのままのね試合状況だとやっぱり、まあ、追いつかれてしまったらっていうねことがあるんですよね。そこから追いつかれてからガラッとサッカーを変えるといってもなかなかうまくはいかないと思うんで、やっぱり早めの段階でねもう1点取りに行くサッカーをしてほしかったなって僕個人はね思っちゃうんですよ。で、まあ、このポゼッションがかなり長くなっている間ね、徳島の方も、まあ、攻めあぐねているというか、あんまりこう、なんていうんですか、こう、際どいパス、縦パスっていうのがなかなか入んなかったですよね。オフサイドになった、スルーパス入れた部分、ああいうパスがもっともっと入ってくるのかなと思ったら、なかなかそうでもなくてね、だからエスパルスもこう、前に前にっていう、ことがね、まあできなかったのかなとも思うんですが、まあそして、まあそういった試合のね、状況が続きながら、徳島の方にね、最後の方ですよね、80何分かの、まあゴールを許してしまったというところなんですが、あそこもまあね、小西選手がね、まあかなり、まあうまいフェイントなんかを入れてっていうところもあったんですが、まあいずれやっぱそうなっちゃうよねって思ったんですよね。もうそこが悔しくて悔しくて、本当に、飛んでって言っちゃった。で、まあ、最後の最後もやっぱりね、あわやっていうシーンあったじゃないですか。思う徳島がイケイケムードになって、右サイドから、クロスを上げたボールね、徳島の選手が、まあ、ヘッドで合わせていくんですが、あれがまあ、しっかり叩きつけてゴールになっていたら逆転ですからね。ちょっと待ってくれよって話じゃないですか。だからやっぱりね、3対1の状況になってやるサッカーかなってね、僕は思っちゃったんですよね。で、レレ選手と、イブスキ選手が入ってきてね、イブスキ選手はね、まあこう、長い足を生かして、で、まあボールをまあトラップして、まあシュートを惜しくもね、まあ左足で打っていったシュートなんていうのもあったんですが、あの二人が入って、やっぱりもうちょっとね、こうガラッと、サッカーが変わって、もう1点取っていくっていうサッカーになってくれたらね、もっともっとこうエスパルス、これからもう夏ですからね、やっぱり交代選手がもういかに、活躍するかっていうところにかかってくると思うんですが、やっぱりここにイブスキ選手とかレレ選手、そういった選手が、まあ、交代で入ってきてしっかりね、点を取るっていうことがね、できるっていうのがね、今後の課題になってくるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。そしてね、いよいよ、今週の土曜日にね、川崎フロンターレとのホームでのね、試合が待っているということでね、この川崎戦に対してね、ちょっとだけこう、不安が残る、試合と今日はなってしまったんですが、もう川崎にはね、僕個人的になんですけど、なんか勝てる気しかしないんですよね。皆さんどう思います？僕本当に、勝てると本気で思っています。そして川崎に勝ってね、もう全国の、J リーグのねサポーターたちに清水が勝つんかいとね、これをね同じ時刻に、もう日本一、清水が勝つんかいと言わせたね日にしてやりましょう。まあ終わったね試合をまあぐだぐだ言ってもね、しょうがないということで、とにかくエスパルスにはもう期待しかないですからね、我々のエスパルスが日本一強いんだっていうところをね、次川崎に勝って、証明してやりましょう。本日はね、徳島ヴォルティス VS 清水エスパルス、勝てたんじゃないかっていうね、試合じゃない動画をやってきたんですが、いかがでしたでしょうか。はい、ということですね、本日の動画がちょっとでも面白かったよっていう方はですね、ぜひぜひ、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。いつもいつもね、見てくれて本当にありがとうございます。口がね、もう最後になると回ってこなくなるんです。はい、ということですね、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。